出汁を取るための削り節出汁は、昆布や鰹節などの食品を煮て出した汁。煮出汁の略で、出汁汁、煮、出汁とも言う。しかし、精進料理では入り大豆を水に浸して取る出汁なども、用いられ、素材も、調理法も異なっている。料理に、缶、酸、苦、缶の味覚のほか、肉や野菜、キノコや海藻から抽出した旨味を加えるために、用いられる。 うまみ成分であるアミノ酸や核酸、栄養を含み、また香りをも与える。食文化によって各種存在するが、出汁の材料として、グルタミン酸、イノシン酸やグアニル酸などの低味性ヌクレオチドを含む食材が利用されている。またこれらを粉末等にした製品もある。西洋料理や中華料理の汁物に使われる湯やブイヨンなども洋風出汁、いや中華出汁、 日本料理において、出汁は味の基礎となっている。鰹節、昆布、煮干し、椎茸、野菜、魚のアラなど様々な出汁がある。野菜のおかずで米飯を食べることが主体の日本を中心とした東アジアの米食地帯にあっては、それ自体の旨味の少ない野菜に、それを補う必要が生じ、国美酒や魚醤を経て、美味しさのエキスである出汁の文化が発展した経緯がある。 こうした素地があったため、科学調味料の東南アジアなどへの迅速な浸透は当然のことと受け取られている。西洋料理では本来、出汁には牛、鶏、魚、野菜、香草などを用い、日本のように鰹節や昆布を使うことはなかったが、近年は日本料理の影響を大きく受けたことで、鰹節や昆布の出汁を使ったフレンチやイタリアンが普通に見られるようになっている。 江戸時代前期に発行された料理物語に、出汁はカツオ、1777年、和勲し織には、死で知る、または煮でと、誰と、出汁が書かれている。現在は、出汁と書いて、出汁と読む表記や出汁汁という表記が見られる。昆布の乾物グルタミン酸の昆布と、イノシン酸の削り節などの魚介類やグアニル酸の椎茸などを単品、または組み合わて、出汁を取る。 煮たり、乾物を水に長時間浸したりして、だし成分を抽出する。明治時代以降は、西洋、中国料理の影響もあって肉類など、食材の幅が広がり、鶏肉やすっぽん、ウミガメ、鍋料理では、出汁を入れて煮た各種の具材からも出汁が出て、味を深め、最後は、米飯や麺類を入れて食べる、いわゆる、作りに使われる。口実する。 西洋料理の出汁などが数時間程度かかるのに対して昆布や鰹節、煮干しで出汁を取るのは数分数十分と短時間である。家庭での和風出汁作りは手間がかかるため食品メーカーは簡単に煮出せる出汁入りバッグや顆粒、粉末、液状のインスタント出汁を販売している。食品メーカーや外食産業や食品メーカーでは素材や抽出方法に 独自の工夫をした出汁を使うことが多い。特に飲食店では、そのレシピを秘密にする料理人が珍しくない。精進料理では昆布、椎茸の他に、大豆、もやし、六畳豆腐なども用いられる。出汁は、麺類や、おでんなどの鍋料理や煮物など、様々に用いられる。また、和え物の味付けに利用したり、酢などを割って二杯酢など、別の調味料としたり、 かずよつけなどの調味に使用することがある。西日本において、だしと表記する場合は、うどん用のつゆそのものを指すことがあるが、料亭などでは、だしとつゆを正しく使い分けており、料理に詳しくないものがご用したものが広がった、呼び方である。また、さぬきうどんで知られる、香川県では、つゆの作成のために、だしを醤油に抽出させ、ただし醤油が置かれる。出汁を取った後の昆布。 鰹節といった出汁柄も、醤油等で味をつけ、佃煮やふりかけなどに利用されることがある。日本国外においても、日本風の出汁を、素材の持ち味を引き出す隠し味として、西洋料理に応用する試みが行われている。日本料理では水物に用いる一番出汁や、下味をつけたり汁物に用いる二番出汁など、用途によって、出汁を使い分ける。出汁には、以下のようなものがある。 出汁の自動販売機また地域や用途によって以下のようなものがある近年は高血圧や生活習慣病を予防するため料理中の塩分を減らし代わりに出汁の旨みで満足感を維持する取り組みが広がっている青森県が進める出汁活プロジェクトがその一例である中華料理では鶏肉鶏ガラ蛍骨豚肉中国ハム貝柱韓国料理 朝鮮料理においては、牛肉、鶏肉などが材料としてよく使われるほか、貝の出汁も用いられる。肉の茹で汁を出汁として用いる場合も多く、牛肉の出汁を輸すという。ベトナム方のための出汁製洋料理においては、牛、鳥、魚といった動物質の素材に、野菜、香草類からなる香味野菜を加えて、素材として作る。動物質の素材には、肉のほか、 筋肉や骨も使い、使用目的によってはオーブンで香ばしく焼いた上で長時間煮込む。風味を整えるためにブーケガルニと呼ばれる香草類のセットを用いる。エビやロブスターの料理では剥いた殻で出汁を取ることもある。ストックも参照。フランス料理では子牛を素材として使ったものはフォンドボー、子羊のものはフォンダニョウ、鹿、イノシシ。 ウサギやウズラなど野鳥獣のものは、フォンドジビエ。鳥のものは、フォンドボライユ。魚のものは、フィューメドポアソンと呼ばれる。イタリア料理では、ブロードと呼ばれる。フランス料理や野菜のブイヨンフランス料理では、だしを用途によって使い分ける。大きくは、コンソメやポタージュなどのスープに用いるブイヨンと、ソースに用いるフォントに大別される。フランス料理では、 ソースの種類によって様々な出汁がある。風味調味料などとも呼ばれる。原材料は風味原料と呼ばれる動物性や植物性の液ス分等にアミノ酸等の旨味調味料、塩や醤油、砂糖などの調味料など、および香辛料、澱粉など様々である。液体や粉末、ペースト状などの加工品がある。風味によってカツオ風、昆布風、 鶏ガラ風、コンソメ風など様々な種類がある。自分の目的や利益のために他の人や物を利用する方便にすることを出汁にすると表現することがあり、食品を用いた慣用句の一つである。東日本では出汁といえば昆布や鰹節や煮干しなどの下味を指す。高齢者になるとラーメンの豚骨や魚介や鶏の下味は出汁とは表現せず。 汁汁や汁になるそのため西日本出身者が、出汁が辛いなどと表現すると、つゆが辛いと思われてしまうため、西日本出身者は注意が必要である。西日本では、出汁といえば、汁物や、スープなどの、つゆを刺す。これは特に、関西地方で使われ、うどんの汁を出汁を効かせて、色を薄くすることがほとんどであるのが理由であり、関西人が、関東は、 うどんが辛い。関西は、うどんが、薄味と表現することが多いのはそのことに由来する。関西風で使われる薄口醤油の方がやや、塩分濃度は高いが、醤油の使用量に大きな違いがあり、関西がだし18リットルあたり500ミリリットルの醤油を入れるのに対し、関東は関西の4倍以上の醤油を入れているので、実際の塩分濃度は関西が2.5%なのに対し、 関東は6.7%と2倍以上塩分濃度が高い。ありがとうございます。